ということで改めましてこんにちは、ライムです。今回ね、星5闇魔石ついに、ね、実装ということで、これ撮ってるの初日の動画なので、まあちょっとね、まだ立ち回りがまだ分かってないっていうところもあるんですけど、とりあえずアークやってみました。とりあえず今回早めにちょっと動画アップしたいなっていうところで、30秒切りできてないんですけど、とりあえず初日の結果としてはまあこんな感じかなというところで、はい、とりあえずアップしていきたいかなと思います。でね、まあアークね、やってみて、まあ見てもらってね、やってる方すでにお分かりの通りですね、暗黒の運命、防御、魔力、精神を短時間、これ特大ダウンぐらい、すごいデバフが来るんで、これをなんとかしないと、まあダメージがね、めちゃめちゃ下がっちゃう。まあフェーズ1、フェーズ2の、まあフェーズ3、それぞれ頭にね、やってくる技なんですけど、これに関してはまあ、まあ、多分ね、ヤシトラのあの超絶シールドで防げるんじゃないかなっていう気がしてるんで、ワンチャンヤシトラ入りありかなとか思ってたんですけど、とりあえず今回ウララで、まあ、やってみたんですけど、まあフェーズ3ね、本当にね、フェーズ3の頭に来るのがマジで痛くて、で3回目の行動の時にジハードか、あれが、限界突破ダメージやってくるんで、あれで即死するというところがあるんで、もうウララのね、踏みとどまるを使うような感じで耐えて、まあフェーズ3ちょっとな時間かかっちゃうんですけど、まあ戦うみたいなやり方にしましたけど、まああれだよね、奥義がね揃っていれば、まあフェーズ3一気に飛ばして倒すみたいなこともできると思うんですけど、ミウ奥義だったりとか、まあその辺のね奥義揃えたりとかしてあげれば、まあ決めることができるんじゃないかなっていうところがあるんですけど、まあね、しかもラムザチェインだしって、ギルバートチェインだったらもっと火力出るんだろうね、きっとね。ギルバートチェインだったりとか、ギルバートチェインと、あとね、ヤシトラでちょっとやってみたい気がする。はい。ギルバートがアレグロ使えるのがでかいよね。僕、ギルバートいないんで、ウララで代用するしかないかなというところで、うん。で、こんな感じにやってるんですけど、まあ、うん。いやらしすぎだよね。もう奥義推奨だし、まあギルバートも推奨、フェーズ1、2の、暗黒の運命か、暗黒の運命については、ギルバートチェインでね、上書きできるデバフなので、まあ本当にギルバートチェインと奥義を推奨してくるような感じですね。あと、レム奥義あったら多分倒せるのかなって気がした。あの感じ。レム奥義があればですね、あれだよね、オーバーフロー奥義が普通にカンストすると思うので、カンスト以上か、1万超えると思うので、もう一気にアーク、倒しやすくなるんじゃないかなというところですね。僕、覚醒、レムの覚醒だけ出なかったんですよ。はい。ね、レムの覚醒奥義あるだけでだいぶ違うんじゃないかなって気がするんですけど、とりあえずこんな感じです。はい。ちょっと動画とちょっと編成が違うんで、若干このラムザの試しにエンハンスレイド入れてみたんですけど、エンハンスレイドでもいけます。むしろエンハンスレイドの方がいいかもしんないね。これテイク2で実はやって、まあ動画にはしてないんですけど、エンハンスレイドとのね、チェーン稼げるし、でちゃんとね、ゲージも思ったより普通に回収できるんで、エンハンスレイドいいかもしんないですね。これ、火力は出ないんですけど、チェーン稼ぎっていう意味で、エンハンスレイドはありかなと思いました。はい。動画だと怒りかな。怒りやってるんですけど。はい。まあ、どちらでもいいかなっていう感じはあります。で、ラムンさんがこれ、チェインと、アルクが超絶。で、レムが、戦技超絶奥義。オーバーフロー奥義になってますね。これ、ほんとね、超絶の代わりに覚醒奥義使いたい。マジで。で、ミユが、ミユね、開幕まとめ僕持ってないんですよ。結構ほんとあり合わせのパーティーなんですけど、開幕まとめ持ってないし、奥義も当たんなかったので、まあこんな感じ、戦技と超絶と。これミユもね、ほんと奥義あったらマジで楽だと思う。はい。で、ウララが超絶とバースト。初めてバースト使ったね。踏みとどまる用のために、はい、バーストっていう感じですね。はい。
まあ、こんな感じで一応組んでみましたけどね。で、魔石が、ラクシュミ。ラクシュミとサブ魔石がマディーン、2つにセイレーン、マティウス。っていうような感じになってますかね。はい。まあ、マディーン、2つ目のマディーンがね、これ、そう、できればマインドアップ積みたいところなんですけど、アークがね、ちょうどマインドアップ20なんで、マディーンでね、マインドアップ20、2つつけるっていうのもありかなと思いますけどね。まあ、それ結局はマディーン倒さないといけないんですけど。はい。まあ、そんな感じですかね。初日なので、まあ、こんな感じですよ。いずれまた、30秒切りね、安定して、できるパーティーとか立ち回りが見つかったらまた改めてアップしたいと思いますので、ぜひそちらもよろしくお願いします。次はちょっと、今日中にまたデスゲイズのね方の攻略動画もアップしたいかなっていうところがあるんで、はい、今回はここまでで終わりたいと思います。はい、他のナイトメアとか魔石の攻略動画もぜひアップしているので、そちらもご覧ください。それではご視聴ありがとうございました。